創刊後、1926年4月号を表紙、アメージングストーリーズは、1926年に、アメリカ合衆国で創刊された、世界初のサイエンスフィクション専門誌、アメリカ SF の草分けとなった。氏名は、アメージングサイエンスフィクションストーリーズに何度か変更された。1926年4月に、ヒューゴー・ガーンズバックにより創刊。 今日の目から見ると、紙質が安っぽくて、表紙絵がけばけばしい、古典的なパルプマガジンである。表紙絵の多くは有名な SF 画家、フランク・アール・パウルが手掛けた。タイトルロゴは、氏名の一文字目の A から、最後の S までをだんだんと小さく描いたもの。当時のパルプマガジンで主流だった探偵、西部劇、パイロット、少女、沼地の怪物や、複合ジャンルは扱わず、元来、 サイエンティフィック、ロマンスと呼ばれていたスタイルの物語ばかりを掲載した。ガーンズバックはサイエンティフィクションという合成語を作ってこのジャンルを表した。これが後年、サイエンスフィクションとして知られるようになるジャンルである。ケバケバしい外観にもかかわらず、ガーンズバックは高級な商品にしようとしていた。ほとんどのパルプマガジンはおよそ 180X250。 ミリメートルの大きさで、端を切り揃えていない、アンカットボンだったのに対し、アメージングは、少し大きく 200X280 ミリメートルにして、綺麗に裁断し、少し高めの低下をつけた。ガーンズバックが、SF の父とみなしたウェルズ、ベルヌ、ポーの作品を頻繁に掲載した。書き下ろし作品を増やすには既存の作家の水準がまだ、 十分でなかったので、数年間は他の作家の過去の作品も掲載した。1928年8月号表紙。宇宙のスカイラークの一シームを描いている1961年3月号表紙。ジェームズ・ブリッシュと、エーダスク・オブ・アイドルズの文字が掲げられている。アメージングは、世界初の SF 専門誌だが、その前兆がなかったわけではない。 ガーンズバックは科学と発明に注目したモダンエレクトリックスなどの雑誌を1909年から出版しており、そこにサイエンスフィクションを掲載し人気を得ていた。だからフィクションだけの雑誌を作ろうとするのは自然な流れである。しかし、1929年にアメージングなどを刊行していたエクスペリメンター出版は破産に追い込まれ、アメージングは売却された。 ガーンズバックはすぐに新しい出版社を設立し、同じ年にライバルし、サイエンス、ワンダーストーリーズを創刊した。アメイジングの新たな発行人は、オコンナースローンを編集長に任命した。1938年にタイトルがジフ・デイビス社に売却され、レイモンド・エパーマーが編集長となった。それから数年間のアメイジングは、 シリアスさを薄めた路線で商業的に成功したが、地底人の物語、セイバー・ミステリーシリーズを事実として掲載したことで、批評家やファンから大いに馬鹿にされた。ジフ・デイビス社は、アメージングの姉妹誌として、ファンタジー誌、ファンタスティック・アドベンチャーズを1939年に創刊した。この雑誌は、パーマー編集長の元ファンタジー志向で発行を、 続けたが、後に創刊された、洗練された外観のファンタスティックと1954年に合併した。それ以降、ファンタスティックは様々な作品を掲載していたが、1980年にアメージングと合併した。この二つの雑誌は同じ編集長が掛け持ちしていた。この雑誌は1926年から1990年代まで浮き沈みしながらも、 様々な編集者、出版社、体裁の下で続いた。最後の10年間は、観光が不定期になり、2000年、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社、ピアス・ウォーターズ編集人の時代に発行を中止した。2004年9月にパイゾー・パブリッシング社で復活するが、翌年に休館。 公式サイトによると2005年2月号は書店に並び最後の3月号はダウンロード販売のみになったようだ。初期にはアメイジングストーリーズクォータリーという機関の姉妹誌があった。アメイジングというタイトルはイギリスの SF 誌アメイジングサイエンスストーリーズなど関係のない雑誌にも使われた。アメリカで1985年から1987年に放送された。 テレビドラマ、世にも不思議なアメージングストーリーのタイトルは、監督のスティーブン・スピルバーグが、子供の頃に、父親が読んでいた雑誌の名前から付けたものである。B.G. デイビスは、ジフ・デイビス社の全雑誌で編集者の肩書きを持っていたが、アメージングには、毎日わずかしか関与しなかった。ブラウンの離脱後は、雑誌が、講演者に売却されるまで、ノーマン・ラブソンズが、 エディトリアルディレクターを務めた。講演者での1年目は、ヨゼフ・ロックスが編集した。エリノア・メイバーは、オマール・ゴハゲン名義を完全に辞める前に、しばらくエディトリアルアートディレクターという肩書きを使った。モーハンの第2期の間、ピアス・ウォーターズはモーハンより、上役のエグゼクティブエディターだった。1926年7月号の表紙雑誌の雰囲気を伝えるため、 1926年7月号をここで紹介する。表紙絵には巨大なハエが海軍の艦艇を攻撃し、感情の人間が銃と大砲で反撃している様子が描かれている。下の方に掲載作家ウェルズ、ベルヌ、ギャレット・ピー・サービスの名前が書かれている。表紙下端にはガーンズバックが手掛ける雑誌の名前を列挙し、その雑誌の読者の気を引こうとした。 全96ページ。ページ番号は前後からの投資番号になっている。フィクションでないページはガーンズバックが雑誌のモットーを広める1ページの論説だけである。各作品の全ページに挿絵がついている。手品の種などの小さな広告や案内広告が少しある。ガーンズバックがけばけばしい広告を取り除いたので、一般的なパルプマガジンより広告は少ない。 1950年4月から7月にかけて、アメージングストーリーズ、日本語版が、西文道振興者の、回帰小説草書として刊行された。雑誌ではなく、書籍形式のアンソロジーとなっており、7週まで出版されたが中断。横田淳也は、失敗について、作品選定の悪さが、最大の原因としており、以後、1957年に早川ファンタジーが、 相関されるまで SF 翻訳出版は必ず失敗に帰するというジンクスが出版界に生じることになったと指摘している。アメイジングストーリーズ日本語版に関するカテゴリーありがとうございます。